少年つかさチャンネル「ニュースのははいい始まりままりしした皆さんチャンネル登録お願いしますす今日はですね、えー、ジョネノモンサイエンス」ということでね、えー、私の大好きなね海洋生物のお話をしたいなというふうに思うんですよあの正月早々ねこの記事話題になってたんですよ東洋経済なんですけれどもね、えー、皆さん読みました、えー、タイトルはですね、えー、こんなタイトルでございます「えー、タコが全身を使い感情を表せるという驚愕事実」「知性を持っているという、えー、研究結果が明らかに」ということで で琉球大学のですね池田譲先生のね書かれた記事でございます。でこれによるとねどうもですねタコはなんか感情を表すことができるのではないかということなんです。でねこれはねなんでわかったかというとねオ、えーマルモンドっていうねあのまあ、猛毒を持った小型のタコの観察からわかったらしいんですよ。はいでねこのタコをね。 あの、その、まあ、ま、妖体ですね。あの、ほら、子供の頃ちっちゃいでしょあの、形がちょっと違いますけどね。で、この、えー、妖体をね、観察してね、いつぐらいからこの、えー、リング模様がくっきり現れるかとかですね、えー、まあ、そういうものをちょっとね、観察するためにですね、まあ、飼ってたらしいんですね、このね、え、池田先生が。で、その、 えー、餌をあげるんですけれども桜えびね解凍した桜えびをこうやってあげるんですけれどもので、ね、オーバルモンダコンのね幼体はですね、えー、水槽の底に置いた巣から現れて餌を捕食すると巣に戻り食事をするとねでこれをこう解凍して、えー、与えてたらしいんですけれどもある日ですね なんかその回答がやや不十分な餌をあげてしまったらしいんですね。はい。そのまあ学生がまあ研究、研究家のね、まあ、研究室の学生があのちょっと回答不十分な、いまいちちょっとこうあのクッキングが足らない、足らない桜エビをですね、えー、あげてしまったらしいんです。そしたらですね、なんとあのいつもの通りピンセットでつまんでまあ水槽に入れたんですけれども、えー、餌をですね、まあいつもならね、 えー、まあそのがぶっていくところをですね、えー、突然ですね えー、巣の近くからですね上昇してですね水面の近くまでこう戻ってきて、えー、さらにですね先ほどあのそのまあ、えー、捕捉した桜えびのですねまあかけらをですね水面の向こうに立ってるあのそのまあ餌をあげたね学生に向けてビューってこう投げつけたらしいんですよ。ねでそれに続いてですねその8本のまあこのね、まあ、足というか腕というかねこれをこうバウバウとこうやってですねでさらにですねそのまあ口を広げるような動作をしてさらにこう腕を開閉する時にね キングの模様をギラギラとこの点滅させるという「ゴルラ怒ってんだぞ」みたいな、まあ、こういうですね、えー、行動に出たということで、えー、池田先生曰くですねオーバルモンダコの容体がですね、えー、明らかに憤慨していたと。 ね、お怒りであったとと、えー、いうことなんで,すで、えー、まあ要はですねこれあの池田先生の言葉を借りますけれども「何これこんなもん食べられるかもう怒ったぞ」とでも言、えー、う感じかとね見てる側にそう感じさせる大丸ダこの、まあ、行動があったということでございます。はいでねえー、この件についてですね あの池田先生曰くですよあの水槽の外に立っている巨人がですね自分に餌をくれるものとしておそらく認識していたのではないかとすごい知能ですよね。タコにこにんんな知能があるんですねはいでさらにね表情どころかその体全身を使ってねこので模様までこう点滅させたりしてねえ こここれででのまあ怒りを表現するとということで、まあ、幼いタコなんですけれども不快や怒りという感覚を持ち合わせているのではないかというふうにあの思ったそうです。でこの出来事を含めてですねおととしですね、えー「モラスカンリサーチ」というですねあの専門雑誌にですねこの、えー、軟体動物のねこのまあいろんな、えー、この井桁先生観察した事象が掲載されたということなんですよね。まああの ねあの人間ってほら、こう、感情が表情に出るとか言うじゃないですかね。こうなんか、あの顔に出るってね、よく言うんですけれども、なんかその、 タコにもですねそういういのがあるんじゃないかと、ね、でそのまあ,あの人間がね、まあ、そのあの感情をコントロールして表に出さないようにするっていうんですけどそれコントロールしても出ちゃうのがその本当の表情らしいんですけれども、まあ、タコにはねそういういもののがあるのではないいかとと、えー、うこでですねでそのなんかこの表情をこう出すことによってね,このね感情がこう周りのねこう群れの仲間に伝わることによって危険を察知したりとか餌の在りかを伝えたりとかそういうねこう社会性が生まれるということもこのね池田先生はおっしゃっております。でね えー、池田先生曰くです、ねえー、その表情っていうのは社会性と強いつながりを持つと考えることができると、ね、そしてそれが人を含めた異なる動物の分類群で見られるということはそれが現れた古い時代から失われることなく維持されてきたことを意味すると、ね、で進化の過程で、えー、喪失することがなかったんだとこの社会性というのはね、まあ、進化に有利と。 ね、その個体がもうあ個体というかその、ね、種がね発達するのにこの社会性というのは非常に有利なんじゃないかと、えー、いうことをおっしゃっております。はい、でえっ、ー、とまあ生物学的にはですね えー、タコは人間の祖先であるということをねこの後池田先生がおっしゃるんですよ、あのー、生,生物学的に考えれば表情と考えられる行動の源泉にあって表出する動物の先祖がその候補になるだろうタコイカそして親戚のイカだとね、えーまあ、その表情というものを持つもの,のね先祖はタコイカなんじゃないかとで瞳塞類と呼ばれる彼らが地球上に現れ、えー、いつ現れたかは、えー、よくわからないそうですんでかというとね殻がないんでね化石になりにくいんでなんかよくわかんないらしいんですよ ね。でもそのまあカンブリア紀にですねこういうまあタコとかイカみたいなのがブワーとこう増えてですね。でその人たちがもうこのね表情とか社会性という点でですねまあ人間のね祖先になったのではないかみたいなねまあそういう話があの書いてあります。これあのえ東洋経済ねえ今年の正月ですよ1月1日にアップされた記事ですけどちょっとこれ話題になったんでね取り上げましたけれどもまああのまあこの記事ではね。 タコは人間の祖先と表現していますけどね。まあ前にね、私がまあ動画でやりました通りですね。まあタコはですね、チームで狩りするんですよ。しかも魚をね、チームに入れて、あの自分とは違う種類の魚よ。ね、ハタっていう魚ですけどね。ハタをた、えぇ、ー、ね、あの従えてですね、まあ、狩りをするんだけれども、えー、その狩りをする仲間をね、突然こうぶ、ぶっ飛ばしたりとかして、ね、えー、攻撃して、なんかその制裁加えたりとかね、そのこう暴力で支配するみたいな、まあこういうことをすることが、まあ知られていると。 えー、いうことを私あの、これ取り上げたんですけれども、まあね、あのー、こういう、まあ、知性というのはね、やっぱこう、自分,ために自分のためだけじゃなくてね、まあ、社会やみんなのためにね、使えるのが、まあ、人間とタコの違いなのかなと、まあ、タコはちょっとその辺ね、えー、理語的にそういう知性を使っているところもあるよってのこの間の動画で言ったんですけども、まあ、でもなかなかこの知能をね、侮れないなというふうに思います。でね、えっ、ー、と、この東洋経済にはね、もう一個ね、このね、まあ、あのー、 このね、動物の社会性に関して非常に興味深いあの記事がありまして、エドワード・オー・ウィルソン先生、ハーバード大学のですね、比較動物学博物館の名誉教授の先生なんですけれども、えー、この先生も非常に面白い論説を書いているんで、ね、よかったら皆さんぜひ読んでください。人間が地球上で生物界の頂点に君臨しているわけということで、そのわけをね、まあその5段階のなんか発展があるんだけれども、えー、人間には、あ、6段階、ごめんなさい。六段階の発展があるんですけど、日本、人間はね、このね、最終6段階目まで行ってるんですよね。 社会性っていう、まあ、その動物の社会性みたいなのってまだ5段階なんですよでその1個上が何かというとですねこれ言語なんですよねはいあのタコが表情で知らせたりっていうのは、ね、これま,まだね言語というにはちょっとね厳しいものらしいですあのウィルソン先生のね論説によるとですね えっと、人という種は地質学的スケールでは非常に比較的短い間で言語を生み出し、第6段階の進化をもたらしたと、ねで。ここで言っているのは真の言語であって、表情や仕草や身振り、うめき声、ため息、しかめっ面、笑顔、笑い声といった、ほとんどの人間共通するパラ言語ではない。ね、また、大宮カラスのおしゃべり、えー 名菌っていうのかな名菌の心地よいさえずり、えー、あるいは、えー、哺乳類の遠吠えやうなり声や甲高い鳴き声などもいかに多様で、えー、調子が変わろうと人が獲得した言語とはやはり違うと、ね、さっきのタコの言語とはちょっと違いますと、えー、いうことを言っていますで、えー、人間がですね、まあ、このウィルソン先生曰くね人間が得意とするげ、えー、音声によるコミュニケーションは動物にも可能だが動物は本当の意味で話ができるわけではないんです。 話ができるのは人間だけなんですよね。 ね、でこの言語を使ってですね、まあ、より高度な社会を作ることによって人間は、まあ、今ね生物の頂点に訓練しているというお話がですねこのウィルソン先生の論説ちょっと長いんですけどねあの書いてありますのでまあそのタコの社会性という意味でのねその社会性はこれ実はね6段階のうちまだ5段階目ぐらいなんですよで人間はさらにその上まで行ってるというですねわ、まあ本当ねすごいですねはい、まあ、あの人間だからこそ人間は今、まあ、この地上をね我が物顔で歩いているんですけれども もね、まあそんな人間ねだからその言語で我々はまあそのまあ動物よりもね、えー、まあ上にまあ動物ですけどね我々もねその動物の中でまあ抜きんでた存在になってるんですが、まあ、その言語の使い方ね、まあ、間違っちゃいけないなというふうにね思いましたねはいということで、えー、今日のね「サイエンス」面白いなと思った人はですね是非ね高評価のボタンを押しておいてください、はい、それから最後是非ねチャンネル登録もよろしくお願いいたしますガーー